はいじゃあ政党内閣の頃の、えー、経済の続きを見ていきましょう。今日は昭和恐慌を本格的に、えー、説明していきます。えー、浜口お幸内閣の時の井上純之助大蔵大臣は不景気をなんとかね克服するために、えー、為替相場の安定と輸出の増大をしようというふうに考えました。えっ、ー、と為替相場の安定があると円相場がねあの一定変わらないから外国からもね安心して 取引ができると替相場がこうコロ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 変わっちゃうとあの外国が不安でねあの取引できないんでね買い物ができない、ね、昨日買ったものが今日値段変わっちゃってたりしたら困るから、ね、だから安定していることが必要そしたら輸出も注文が増えるように伸びるだろうって言って、えー、とそのための政策をしていきます。で金金解禁金本位制ののの復帰っていうのをもちろんするのが 大体のねゴールなんだけど、ただいきなり金本位制にね復帰しても大変だから、でちゃんと輸出が増えるような目処をつけてから金本位制に復帰するようにします。でそのための輸出を増やすための政策をまず見ていきましょう。一つ目は緊縮財政っていうのを行います。緊縮財政はま簡単に言うとあの財政あの政府がお金をねあまり使わなくなるねあの節約をするっていうことです。節約をすることでお金はあんまり使わないからあの政府の中に金が まる、ね、そうすると金本位制したときに金がたくさんあると、ね、いうことももちろんあるしあとは金縮財政というのは世の中にねお金をねあんまり流さないようにする使わないようにする節約するんだからあの世の中にお金が出回らないっていうことはデフレになるんですあの世の中の中通貨量が減るってことこだからね,ねだからあのデフレっていうことは物価が下がるっていうこと物価を引き下げる。 そうすると日本の商品が全体的に安くなるってことだからあの外国がねあの買ってくれやすくなる「あ安くなった日本の商品」って言って買ってもらいやすくなるから輸出が増えるだろうっていうまず政策ね緊縮財政それから2つ目が産業合理化って言いますこれはあの簡単に言うとあの外国とと、ね、互角に渡り合えるるよううな企業を作るっていうことですあの国際競争力の強化っていうふうに書いてありますけどあのまあ 大企業企業同士を合併させたりあ,のあんまり力のない企業と他の企業を、ね、あの合併させたりして強い企業を作る、ね、国際競争力の高い外国とも互角に渡り合えるような大企業を作るそうするとあの質のいい商品ができるから外国に、ね、あの勝負になっても勝てる、ね、しかも物価が下がってるから、ね、安くなってるんだからいい商品を安く。 売ることができる。そうするとみんな買ってくれるでしょ。そうすると輸出が増えるだろうっていうふうに考えています。で、こういうふうにして輸出が増えるようなあのものをね、政策を行っておいて、最後金融輸出解禁っていうのを行って、為替相場を安定させて、それでえっと輸出をね増やしていこうっていうふうにします。 あの前も言いましたけど、金解禁っていうのは金本位制に復帰することで、これをすることで為替相場が安定するっていうことです。ただ、ちょっとね。この細かい説明が必要になってきます。金輸出解禁金解禁を行うんだけど、あの金とね。あの、日本の円をちゃんとあの交換するってことだよね。で、いくらで交換するかっていう。その金と円を交換するレート。 それが2種類あるんですというのは第一次世界大戦の時に金本位制を一旦停止してますよねその時のレートとこの浜口さちの頃の内,あの内閣の頃のレート15年間の間に金の、ね、日本円のレートが下がってきてるんだよね。ね日本は不景気続きでだんだんと日本のねあの経済力が弱まってきてるから、ね、あの15年前の金の値段と今の金の値段とね違ってる。だから昔の 金の値段で交換解禁するのか。今の金のレートで解禁するのかっていう二通り選ぶことができたんです。これを旧陛下と新陛下っていうふうに言ってます。陛下っていうのは、まあ、レートのことです。金の相場のことね。まあ、外国との通貨の、あの、交換比率のこと。金を通してもちろんやってますよ。金本位制だから。で、えっと、旧陛下っていうのは、その第一次世界大戦の頃の。レート。これがね、大体五十ドルぐらい。 で浜口内閣の頃はちょっと日本の力弱まってきていて、えー、と大体100円が46ドル、ね、円が、ね、ちょっと安くなってくる外国では50ドルだったのが46ドルに安くなってるから円安なんです浜口内閣の頃は第一次世界大戦の頃と比べると円安状態になってる、ね、でここでちょっとあの見ておいてほしいのは円高と円安はどっちが輸出に有利かっていうことです。 ね、だから日本の商品が高くなった時か安くなった時かっていうことだから当然円安の方が輸出に有利なんですよ、ね、で今浜口内閣は輸出を増やしたいんだから当然円安の方で交換しなきゃいけないんだけど、えっと、井上純之介はこうあえて旧陛下の方で円高状態で金融出回帰に踏み切るんだよね。 円安の状態で解禁しちゃうと日本のねあの価値が経済的な価値が下がってるってアピールするようなもんだしあとはあの輸出をね増やすための不作をんちゃんとやっておいたんで秘策をねちゃんとやっておいたんで、えー、と多少ね円高状態で解禁しても輸出は伸びるだろうって井上は踏んでたんですだからちょっと高めに設定して強気でちょっと解禁してみた。ね、でこの解禁したのが1930年なんです。 でえっと中学の時に習ったかもしれないけど1929年に実は大きな出来事が起こってるんですねこれが世界恐慌っていうアメリカから始まった大きな不景気が起こってるその2か月後に円高で解禁したの。ということはあの、まあ、これはちゃんとしたフレーズがあるんだけど旧陛下で、まあ、円高でね解禁したために実質円高状態で解禁しているから輸出は 増えなかったしかも世界恐慌の状態だから外国みんな不景気な状態なの、ね、不景気な国は買ってくれないですよね日本のものなんかねそんな余裕ないからだから輸出は全然増えない井上順之助のこうあのまさかだから当時もさ世界恐慌はこんな広まって長く続くとは思わなかったからみんなね,ね井上ちょっと第さんなの。でえっと金輸出解禁をしてで 輸出が少ない輸入が増えるってことはあの外国から買う方が多いということは支払いをする方が多いんだから金を支払いで使うねだから日本から金がどん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 出てっちゃうねしかもあの外国は不景気だからさね手元に金を置いておきたいわけねで金を探してるんだけどその時日本が「はい金売りますよ」って言ってるからもうどん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 買われちゃうんだよね外国に。当時13億円あった金があの金解禁の後4億円にまで減ったというふうに言われています。 9億円ぐらいね流れてしまった外国に。ということであの金輸出解禁で輸出がまず減ってしまいますっていうか誰も買ってくれないからね,ねでしかも金が外国にどん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 出ていってしまう状態が起こってしまう。で、えっと、思い出してほしいのは金本位制に復帰してるんだから、ね、あの国内の通貨の量っていうのは金の量と同じにしなきゃいけないんだよね。今金が億、ね、億から4億円に減っっちゃったんです だから今まで13億円吸っていた紙幣を一気に4億円まで減らさなきゃいけなくなっちゃって、国内に出回る紙幣の量が一気に減るんです。ね通貨の量が、国内の通貨の量が減るっていうことは不景気なんだね。世の中にお金が出回ってない状態だから不景気になります。デフレが発生して、それまでも不景気だったのがさらにさらに不景気になってしまう。ねだから簡単に言うと、あの金解禁、 でこっってしまったのねで、えー、とこの頃になってようやく世界恐慌の余波が日本にも影響を及ぼしてきてだからダブルパンチね不況のダブルパンチですごい苦しい不景気昭和恐慌っていうのが起こります。ね、ということであの思いかけずね不景気になってしまったので、えー、と井上淳之介はね急いでこの対策を取りますだからバン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 ね倒産がねあの今まで以上に増加してるんですよ。だからあの 政策を取ります対策を取りますでえっと井上の考えとしてはもうあの絶対輸出増えるような政策をやってきたからあのずっと待っていれば絶対この後ねあのまた輸出伸びるはずだって思っているんですそう考えているんです確信を持っているのだからあの倒産がね増加している時に対策として重要産業統制法っていうのを出すんだけどこれはあのあくまでも 耐えることね我慢していればそのうち輸出は伸びるんだからその輸出が伸びる時まであの潰れずにあの協力して生き延びようっていう政策だからあの重要な産業についてはカルテルっていうね協定価格の協定とか生産量の協定なんかねするっていうことだから競争しないっていうことね協定を結ばせて競争しないようにしてみんなで協力して生き延びようって。 輸出,輸出が伸びる時までね、普通だったら競争してさ自分の会社だけ生き残ろうみたいな感じなんだけど、そうじゃなくてみんなで協力して生き延びて耐え忍んでいって輸出が伸びるのを待とうっていうのがあの井上の取った対策、重要産業統制法っていうのを取ります。そして農村の方もね実は農業強化というのが起こっています。これはあのアメリカがねキートをたくさん日本から買っていたんだけども。 世界恐慌になっちゃったからアメリカ不景気なんですね。でキートなんかほら、絹の原料だから贅沢品だから、まあ先に買ってもらえなくなるので、えっとキートの値段が、あのキートの輸出が大幅に減ります。でしかもなんかこの年ねなんかうまいことにねお米がたくさん取れるんだよね。豊作なの。豊作になるってことはお米買う方はねあのいいんだけどもお米を売る方はね値段が下がっちゃうんだよね。たくさんお米が出回るから世の中に。 ね、だからお米の価格も下落しているってことで農家にとってはすごい痛い手なことがたくさん起こって農業恐慌っていうのも農村では起こっています。昭和の中で、ね、農業というのが発生しているっているとうのが、えっと、昭和恐慌浜口大幸内閣の時に起こってしまったの昭和恐慌の、まあ、様子、ね、です。で対策としては重要産業増税法というのを取っています。 はいじゃあちょっと動画が長くなりそうなので昭和恐慌を2回に分けて行うことにします今日は浜口内閣の昭和恐慌の起こった原因次回は高橋厚力を奥大臣が行った昭和恐慌の対策について見ていきたいと思いますえっと動画のねこの動画の概要欄にもあの U R L のしておきますのでそちらからもアクセスぜひしてくださいそれでは本日の動画は以上です本日もご視聴ありがとうございました。